ボラが勢いよく当たってます。まあ、こういう時はあのチヌとボラ一緒にいますんでね、チャンスですね。でここでこう割れました。すぐに竿先を下げてなじませる。今のようなあたりはあのすれあたりですね、あれは無視してください。こういうあたりですね、押さえるあたり。よっしゃ、竿のね弾力を生かしながら魚を引き寄せ起こしてくる。で起こした分ですね、竿を下げながらリールで巻き取っていくという。で急に反転しますからね、その反転した時に注意ですね。いつでも竿で操作できて、かつラインが出せるように。RC8 さんの場合はドラグついてますんで、ドラグである程度調整した上で、さらには人差し指でスプールを押さえておくと。今魚が右前方へ走ってますんでね、その状況を見ながら、この時ですね、押されて角度が悪くなったら、ためられるまた角度までラインを出すという。あ、見えました。これも得方ですね。これは大きい、より。これは年なしですね。ここで空気を吸わせて、わ、これでっかい。うわ、これ今回最大や。でっか。やりました。この時にね、嬉しいんですけども、次のことをやっぱり見据えてね、団子1個打っとくと、やっぱりせっかく寄ってくれたチヌですね、まあ、ある程度の群れですので、その足止めすることができますね。ここで慌てずに落ち着いて、入れときます。これで OK ですね。2キロ500グラムじゃん。ごっつい顔が。